三木丸の株式投資本オールタイムベストに掲載された書籍をそのテーマごとにご紹介。まずはバリュー投資の厳選本を3冊。バフェットからの手紙、ティリングハストの株式投資の原則、バリュー投資アイデアマニュアル。バフェットは投資の天才であるのは当然として、説明の分かりやすさにおいても天才であり、この本は投資だけではなく人生にも役立つ真の傑作です。ここは読まなくていいなという捨てページのない濃密な内容ですが、第2章のファイナンスと投資が特に傑出して良いと思います。ティリングハストのファンドの投資実績は長年にわたりベンチマークを圧倒的に上回っています。つまりティリングハストは本物の中の本物ということですね。私はティリングハストが日本株市場で買っている銘柄を常に目を皿のようにして徹底的に解析し調べ尽くしています。世界の名だたる投資家にインタビューを行ってきたバリュー投資の専門である著者がその貴重な知見をまとめ、世界のスーパースターたちの様々な投資法を体系的にまとめ上げた極上の一冊です。率直に言ってバリュー投資家を名乗る方は決してこの本を未読であってはならないだろうと思いますし、我々バリュー投資家にとっての最高峰の名著であり、同時に奇跡の一冊でもあります。次にモメンタム投資の厳選本を3冊。オニールの成長株発掘法、ウォール街のモメンタムウォーカー、個別銘柄編、株式売買スクール。苦手としていた優待グロース株をなんとか PF に取り込むことができるようになったのはまさにオニール先生のおかげです。キャンスリム法を私なりにアレンジして優待グロース株投資の絶対的な指針となるユーキャンスリム法を新たに開発しました。これからも戦闘力の高い優待グロース株を毎日楽しく発掘していきます。最初に読んだ時、モメンタム投資に関して残っていた疑問の霧がみるみる晴れていくのを実感すると同時に、この本は現時点で私の投資家としての明白なエッジにつながる神本だ、できれば誰にも紹介したくない、秘密にしておきたいとも感じました。世の中にこんなに素晴らしい本が存在することが信じられないほどの名著です。出ました、オニール新世代による革命的名著、オニール直系のお弟子さん2人によるウィリアム・オニール流の運用手法を紹介した解説書です。著者2人の株式投資に関する知識がずば抜けて豊富で、かつ投資の小ネタが多くて話が抜群に面白いです。次に相場心理の厳選本を3冊。ゾーン、賭けの考え方、ザ・メンタルゲーム。相場心理学の歴史的傑作です。この本を読む前と後とでは明らかに自分は変わり、そしてパフォーマンスが良くなりました。最初に読んだ時は本当に衝撃でしたね。読んでどう感じるかは今の投資家としての自らのレベルをそのまま示しています。ある意味鏡のような本です。この本はポーカーの本ですが、我々投資家にとっても歴史的名作間違いなしのとんでもない神本です。ゾーンと合わせて読むと合計で1位になるというレベルですね。この本には投資家としてできれば秘密にしておきたいエッジのヒントがてんこ盛りです。こちらもポーカーの本なのですが、考え方がまるまるそのまま株式投資に使えるという意味で、賭けの考え方に匹敵する凄まじい一冊です。本書が指摘してくれているのは、感情が強く揺さぶられる局面にこそ投資家としての弱点、改善点が潜んでいるのだということです。本当にすごい本です。最後にインデックス投資の厳選本を2冊。投資家のヨットはどこにある、インデックス投資は勝者のゲーム。この本は金融業界の人々を痛烈に風刺したウォール街の名作として知られています。1940年に書かれた本ですが、その古さをほとんど感じさせない不思議な魅力があります。時が流れても株式市場も人間心理も決して変わらない、ある意味では進化していないからでしょうね。著者は世界初のインデックスファンドを創設した人物で、まさにインデックス界の聖人です。著者のインデックス愛が強すぎて、コテコテのアクティブ投資家の私にはちょっと胸焼けする部分もあるのですが、全体として本当に素晴らしい内容です。三木丸の書籍版株式投資本オールタイムベスト、三木丸の続書籍版株式投資本オールタイムベスト、そして三木丸さん絶賛の書籍は好評発売中。